皆さん知ってますか？私、もともと塾講師なんですよ。知ってる方もね、もちろんいるかもしれませんが、その時にですね、多くの生徒を見てきて、やっぱ夏休み明けに、すごく飛躍的にね、成績が伸びる子とか、テスト結果がまだ出てなくとも、もう目つきが違うんですよ。もう別人のように、絶対にこいつはこれから成績が上がるっていうもう確信を持つぐらいの変化を起こす子って結構出てくるんですよね。で、その子たちに、じゃあ夏休みどういうふうに過ごしてたのかっていう勉強のね、やり方とかを聞いていくと、あんまね、ある一定の傾向ってあるんですよね。なので今回それを皆さんにお伝えすることによって、これからね、みんな夏休み始まっていって、いい夏にしたいでしょ？そのいい夏にするために参考にしてもらおうと思いますので、ぜひね、最後までお付き合いください。改めまして、どうも、ハイチです。今回はね、ポイントとして3つ伝えていこうと思います。まず1つ目が、1回の勉強時間が短いです。私はよく計画を立てるときに、勉強時間ではなくて勉強量で決めろっていう話をします。これは今から数学を2時間勉強するって立てるんじゃなくて、数学のワークをここからここまで今からやるっていうふうに決めなさいと。で、なんでかっていうと、2時間って決めてしまうと、皆さん想像してください。2時間集中し続けるのって難しくないですか？で、後半だらけてきちゃうんですよ、どうしても。もちろん持つ人もいますよ、2時間ね、持つ人もいるんですが、で、だらけてきちゃうと。でも2時間と、で、3時まではやるって決めたから、なんとか粘ってやるんですけど、もう集中落ちてるので、そもそも効率が悪くなってるんですよね。だったら最初から量で決めて、ここまで行ったら休憩するとか、ここまで行ったら科目を切り替えるの方がゴールが明確なんです。だって、だらけたら時間過ぎちゃうんで。ね、ここまでギュッて早く終わらせるぞって集中できるんで、量で決めるのがいいんですね。で、今回この話にもつながってきます。実はそんなことを言いながら、時間で決めるのもありだと思ってます。で、うちの生徒もやっぱり時間で決める方がしっくりくるって子もいるので、いいよって言ってました。でも成績がね、その伸びた子たちはどういうふうに考えるかっていうと、2時間やるぞとかじゃなくて30分とかするんですよ。数学今から30分だけにするって。なんでかっていうと、30分でどれだけできるかをチャレンジするって。30分でもうこの量を詰め込んで絶対終わらせるぞっていうマインドになるそうなんですよ。つまり、周りの子が30分で5のものしか進まないんだったら、その時に8とか10進められたら 1.5 倍、2倍ぐらいいけるわけですよ。そうやって短い時間にあえて設定をしてギュッと詰め込む。そして科目ってどんどん切り替えた方が集中点のあと維持しやすいんですよね。どう、ずっと数学とかってやっぱりなかなかね、こう維持しにくいので、数学、英語、航空語みたいな、あ、30分ぐらいにこう切り替えていくとすごくやりやすいと。で、これはすごく多くの生徒がやってました。そして、もし量で設定しようと思う方は、まずワークとか見ますよね。で、ここからここまでなら絶対頑張れると本気で思う量を設定します。多く見積もっちゃダメです。ここで多く見積もるとやらかします。失敗するからね。絶対ここまで終わらせるって量を設定したら、そこまで、例えば数学ワークを4ページにしましょう。4ページを何分で終わらせられるかなっていう目安を考えるんです。量を設定してから、それを終わらせる時間を設定する。で、その時間も結構きつめにタイトに設定してごらん。まあ、このぐらいならいけるっしょって余裕持たせない。そう、余裕なんかいらないから。普通に考えて、まあ、30分かなって思ったら、違う、20分だみたいな。時間のプレッシャーをかける癖をつけておきます。で、時間のプレッシャーをかけると何がいいかっていうと、まずだらけないっていうところもあるんですが、あともう一個は、問題を解くスピードを意識するようになります。だって、20分で設定してるから終わらせなきゃいけないので、例えば途中式を丁寧に書くで必要なんだけど、でも受験本番それやったら間に合わないから。だから、ここはちょっとね、省、あと、端折って、ね、省略して書いていくとか、どうやったら早く解けるのかなっていう練習にもなるんですよね。なので、もし量から設定する方は量を決めて、それをやるための目安で時間をきつめに設定する。ここでやっていってください。そして2つ目は、午前中の使い方がうまいです。受験生の方の中には部活を引退された方も多いかと思います。まあ、大会がね、続いてる方、強豪校の方とか、あとは水分の方とか、ちょっとね、長い方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、時間を多くね、取れるようになっていると。で、そうすると、人って時間が多くなるとですね、どうしても後ろ倒しになりやすいんですよ。つまり、後でやればいいかっていう。
時間の余裕が良くない方の精神的余裕に行っちゃって後回し癖がつくんですよね。でこれにハマると基本的にもううまくいかないです。やることは先にやる。1日を24時間と設定した時に先、つまり午前中ですよね、朝とか午前中にここにもう1日目標を立てた時にそれをやることを全部やっちゃうぞぐらいの心持ちでもいいです。それぐらいに午前中にいっぱいやるぞっていうのを意識してください。あとは午前中にやることをやってるので、もし午後ちょっとだれちゃってね、まあなんかうまくいかなかったなって午後がなったとしても、午前にやることやってるので自己嫌悪のダメージがすごく少なく済むんですよね。これ午前やらかしてください、ね、午前ダメな状態ダラダラしちゃって、で午後は頑張るぞって思ってるのに午後がうまくいかなかった、はいどうなる、あもうダメだって。でこのね1回のダメだがね、夏休みはダメージがでかいんですよね。1回うまくいかないと、あーもう無理ってやって、明日も無理、明後日も無理、でも3日続いてみ、もう無理だよ夏取り戻せない。基本的にこれよく覚えててほしいのが、私がよく思ったことなんですけど、1日うまくいかない、1日だらけて自己嫌悪になったら回復には1週間かかると思ってください。いいですか、1日ですよ、1日うまくいかなかったら1週間は回復しないって、絶好調には戻らないっていう感じです。だからどれだけ地雷を踏まないかが大事なんです、自分の中で。そのためには午前にやることをやっておくっていう保険をかけておくのがすんげー大事なんですよ夏は。だから午前をうまく使ってください。これは早起きしろとか朝方にしろって言ってるわけじゃないです。もちろんそれがいいんです、私にとってはそれが理想なんですけど、朝が苦手な方とかもいると思います。だから朝6時に起きて勉強しろとか言ってるんじゃなくて、午前っていう幅です、午前でうまくやりくりしてくれって、そこだったらできるじゃないですか。さすがに11時とかね、まあ、なる方もいるかもしれんけど、まあ、9時に起きてとかはできるでしょやってくれ。なのでね、そうやって午前をうまく使って自分のモチベーション管理もそうだし、その部分含めてうまくやっていってください。そして最後が、1日の最後の使い方がうまいです。これは私が自分の本でも書いてることなんですが、1日例えばこう30分コマとか、まあ、1時間枠とかね、いっぱいこう設けるじゃないですか。で1日の最後のコマです、1日ここで勉強で最後の枠で、ここの使い方ってかなりこう共通点があって、何をするかって1日の復習なんですよ。今日やったことの確認をこの枠でするっていう使い方をする子がやっぱり定着率が圧倒的にいいんですよね。やっぱ人間ってコンピューターじゃないから保存ボタンで保存できないんですよ。だから反復しなきゃいけないんですよね。でも1日やってきた中で簡単に解けた問題もあれば苦戦した問題もあると、英単語の暗記も1回じゃ暗記できないから復習する必要があると、そういったものを全部最後のコマで詰め込むんです。でその時にこれをねよくアドバイスすると、でもそこまでじゃさ1時間勉強をしてて、それを最後1時間枠で全部復習しようと思ったら難しくないですか、3時間やったんだしって言われるんですよ。違うんですって。だって英単語とかも、じゃあ英単語30個暗記しようと思った時に30個のうち全部苦戦しなくないですか。苦戦するのって何個かですよね、あいつがどうしても覚えらんねえみたいなやつがいるじゃないですか。そいつらを重点的に復習したりとか、数学の問題とかも全部解かなくていいんです。1回目解いた時に余裕だった問題、ちょっと怪しかった問題、すげえ難しかった問題、チェックを入れるんですよ。で余裕だった問題はこれはもう本当時間に余裕があったら確認してください、しなくてもいいです。だから怪しかった問題とか、まあ、難問だけどもチャレンジしようと決めた問題、そこを重点的にやる。でもそれも時間がね足りなかったら解かなくていいの、紙にやんなくていい、何やるかって頭の中で解放、解き方を思いつくかの確認でいいじゃないですか。別に計算ミスしないからなんて確認しなくていいんだから。この問題はそうか、ここに補助線引いて、そうあの定理を使ってこう持っていけばいいんだなって、それが思いつくなら解けるんだから、あとは計算ミスしないかどうかの問題なので、その確認はいいんですもん。なのでそうやってやった問題を全部確認するんじゃなくて、どうやって楽に反復できるか、どうやって楽に確認できるかっていうのを意識して、1日の最後に確認をするって、でそれで定着率を上げていくんです。この3つはもう確実にと言っていいほど多くの方がやってました。
はい、ということでね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあ、今回ねポイントを3つお伝えしたんですが、これを絶対やんなきゃいけないってわけではないです。いつも動画で言ってることですが、勉強法にベストアンサーはないです。全員が全員これは成績上がるぞっていうことはない。逆に地雷はありますけどね、これやっちゃうと上がりにくいぜみたいなことはありますけど、でも万能なね勉強ってなかなかないんですよ。でも今回お伝えしたことっていうのはかなりパーセンテージは高いと思います。実際やってみた時に、あ、確かにいいかもって思ってくれる方が多いと私は思ってる。実感があるんだよ。自分もそうだったし、うちの生徒もそうだったから。だからね、今自分の勉強法とか迷ってる方とか、夏をね、夏で自分を変えたいと思ってる方はぜひ参考にしてみてください。はい、ということで今週もねここまで動画お付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日に何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは今週1週間通過夏休みをね、いい夏にしていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。